バルガンシクロビルは、サイトメガロウイルスに対する抗ウイルス薬の一つである。ガンシクロビルを、エルバリンで、エステル化し、プロドラッグとしたものである。商品名はリキサ。下記に伴う、サイトメガロウイルス感染症増喫食における、サイトメガロウイルス感染症の発症抑制口中、玉数500イメートル立方メートル未満、または血小板数2万5000。 マイメートル立方メートル未満など、著しい骨髄抑制が認められる患者には近畿で、ある。重大な副作用として、添付文書に挙げられているものは、である。その他、警告欄に一時的、または不可逆的な性主形成機能障害、妊用性低下、再起形成、遺伝毒性、発言性が記載されている。腸官および、肝臓のエステラーゼにより、速やかに、 加水分解されて、ガンシクロビルに変換され、サイトメガロウイルス感染細胞内で、プロテインキナーゼにリン酸化されて、ガンシクロビル1リン酸になり、さらにリン酸化されて、活性型のガンシクロビル3リン酸になる。ウイルス DNA ポリメラーゼが DNA を合成する際にデオキシグアノシンリン酸と競合的に、喫光し、DNA 合成が停止する。死亡色は、 バイオアベイラビリティと血中濃度を上昇させる。蛍光投与時のバイオアベイラビリティは約60%である。バルガンシクロビルの未変化体は血中にはわずかにしか出現しない。ガンシクロビルの血中濃度が最大になるのは投与2から3時間後である。排泄経路は大部分が糸球体路過及び尿細管分泌によるもので腎機能が正常な場合のガンシクロビルの 血中半減期はおよそ3から5時間である。バルガンシクロビルを慢性疲労症候群の治療に用いた研究がある。ヒトヘルペスウイルス6、またはエプスタインバールウイルス抗体陽性で、神経認知症状及び消耗性疲労を示す、慢性疲労症候群患者12名に、オープンラベルで6ヶ月間、バルガンシクロビルを投与した結果、そのうち9名で症状が改善し、 フルタイムの勤務に復帰でき、ウイルス抗体化も減少した。だが30名の患者を対象にした二重、猛犬臨床試験の結果は明瞭ではなかった。多角的疲労評価尺度の一つである MFS-20 の値は、バルガンシクロビル群とギアク群との間です。しかし二次解析の結果、評価尺度の一部で優位差が見られた。サイトメガロウイルスに感染した。 多発性に革菓子患者25名にバルガンシクロビルを投与した結果、2年生存率は90%であった。ありがとうございます。